ピーというわけでご機嫌いかがでございましょうか、放送研究家の川崎隆之でございます。こんなね、あの懐かしいものを今日持ってまいりましたけど、今日からお送りするのがデモクラテレビ、デモクラ TV、 テレビの時間。何をやるかというとテレビについて考える時間であります、まあ、テレビ1953年昭和28年に日本で本放送が始まりまして、それからそうですねもう70年近く経つわけですが、昔あれだけもう子供も大人もみんな好きと言われていたテレビが今やたまに悪者にされたり、特にあの去年のデモの国会デモなんかがあった時にはなぜテレビが中継を出さないんだろうって言って、テレビは我々の味方か敵かなんてそんな話にもなってきました。家庭に一家に一台ある、最強のメディアでありながら、みんなそれに対してなんかいろんな疑いの目を向けていて、やっぱり70年も経つといろいろ変化するんですね、まあ、このデモクラテレビも、そういう中から、テレビについて、いろいろ考え直してみよう、テレビについていろんな挑戦をしてみようということで生まれたテレビ局なわけですが、まあ、その中で、具体的にテレビをどういうふうに、していくか、テレビとは何かというのをまず知って、でテレビがどういう背景を持っているかというのを知って、その上で見ていけば、テレビに騙されている、テレビに操作されているとか、まあ、そんなこといろいろ思ったり、言ってる方もいると思うんですが、テレビを自分たちの味方に手なずけることができるんじゃないか、まあ、ちょっと大それた言い方になりましたけど、そんなことなんかも、探ってみたいと思います。第1回はテレビの正体と題して、お送りしたいと思います。これからの1時間はテレビの時間です。というわけで、まず、皆さんに、ご紹介いたします。この番組の大事な生き字引、小中陽太郎さんです。どうも今日はお越しいただきまして、はい、ありがとうございます、いやもう本当にあの今年の夏は夏、梅雨がいつまで続くんだみたいな鬱陶しい季節で、今日もなんかムシムシする中、あのお越しいただいて本当にありがとうございます。はい、はい、いたしまして、楽しみに。で、まあ、この番組を始めるということで、仲間うちにいろいろ相談したんですね。で、小中さんをゲストにお呼びするっていうふうに言ったら、小中さんの話を聞かせてくれと。で、お前はとにかく聞き役に回れと。俺たちはこうや小中さんの話をまず聞きたいんだっていうのことを皆さんおっしゃってくださってまして。で、まあ私ももちろんそうなんですが、小中さんは、もともと大学を出た後 NHK にお勤めになってたんですね。そうでしたね。はい。はい、入局はいつ頃ですか。58年って言ってね、60何歩の2年前でしたね。昭和33年ですね。そうですね。昭和で言うとね、はい、あのテレビの話というと、テレビが、まあ、民放が、まあ、NHK がちょっと早かったのはほとんど同じだったんですけど、うん、はい、NHK はともかく国策テレビだから2番目はまずいっていうんで、正直に、必死になって、ちょっと何ヶ月か早いぐらいですけど、6ヶ月早いですね。そうですね、はい、それではもう昭和28年なんですね、はい、だから そこで非常に優秀な和田弁とか、うん、そういうのが最初の1期生ですね。ですで、最初に入局されたのはあの NHK のどちらだったんですか。 NHK のどちらってことは、 NHK というところにまず入るわけです。そうすると最初に疲れた仕事は、それはですね、まず入って、ちょっと研修がありましたね、はい、なんかバレーボールしたの覚えてますけど、それから、我々 その放送職って言うんです、はい、我々ね、まあ、後プロデューサーっていうか、でそれまではおかかりさんって言ったらしいの。おかかりさん、うんうん、例えばラジオですからね、はい、演出も減ったこともなくて、係がいて、その落語家 その新章先生、師匠とかね、それからまあそういう人呼んでくる係なんですよ。だからおかかりさん、そういう考え方だったの。すごくラフな、うん、まだおかかりさん、うん、だから僕が入るのは、テレビとも言えん、 つまり NHK っていうものに入って、うん、ラジオもテレビも両方あるんですよ。まずは両方やるんですね。両方やるんです、うん、それで僕が一番入って失敗したのは、神楽坂だから思い出したんだけど、はい、神楽坂浮子っていう人とハンコっていう人がいたの、はい、ねえ、はい、トンコトンコってあったでしょ、ね、それでね、2人いるんで、僕は廃車でね、で神楽坂浮子とハンコと同じ
名前だから兄弟か一緒に住んでんだろうと思って同じタクシーに、ね、乗せたら僕クビになりそうになったよ。あれは別ななんか芸者置き場かなんかの名前で、しかもライバル、結構ライバルしてるでしょ。そうだったらしいんだよ。失敗したね、神楽坂、で神楽坂。そうすると、はい、その後あの研修が終わって、はい、まあ、どこかに配属をされることになるわけですよね、はいはい、これはなんか希望を取っていくんですか。そうですね、あの、まあ、人間学みたいところで言うとね、うん、そのおかかりさんとは知らず、はい、まあ、一応大学出て受けるわけですね、はい、でその時に300人ぐらいいたんですよ。それで野際陽子を従えて私はその先生っていうのを読んだのを覚えがありますね。私は一生 NHK のために尽くしますって一番は先にクビになっちゃったんだけど、あ、一生、あ、入社した、入局した人の中でそういう読むわけですね。技術もアナウンサーも全部率いてね、率いたわけじゃないけど、それでそれからどうなるかっていうと、そこから別れて、はい、まあせいぜい1週間ぐらい、うん、講習受ける、はい、ね、そしてアナウンサーは多少なんか訛り直したり、うん、3ヶ月ぐらいずっと残されてやってました、はい、例えばね、どういうテストがあったかっていうと、こうやってチーンってやる三叉っていうのを鳴らして、こっちの三叉とこっちの三叉とどっちが高いかとかさ、やるわけだ。その耳で聞くわけ、はあはあ、ね、で僕はどっちだろうとどうでもいいと思ってるからね。だけどね、芸大出た人がいたの、はい、でその男はね、もう必死だよね、うん、自分が音痴って言われたら大変だから、それでね、ここはうるさいと、この中一番いい席座ってるとね。で俺はね、窓際で外うるさいと、で不公平だってたの。したら有名な音楽部長がいるんだけど、何でも言うもんだと思ったけど、諸君がこれから働く場所はね、ある時は消防車の音、ある時は電車の音の修羅場に行くのであって、うるさいぐらいなんだって言ってさ、そいつ怒られちゃったの。でね、その男2番目にね、はい、私は福岡に命じられました、はい、でピアノをね、箱持ってきたいと、うん、それでどうしましょう、だから驚いて音楽部長、うん、後で、人事部に聞いてみると。でこの間会ったんです、その男に、はい、でお前あのピアノどうしたったんね、出してくれたんだって、ピアノを、うん、それで一生懸命ピアノ弾いて、最後はね、はい、サントリーホールのね、音楽の、事務長みたいなのになった、奴隷タダで入れてもらった。そういうふうにして行くわけ、ね、うん、でその僕テレビラジオってことは関係ないの。だけど僕はそのテレビができたいな、行きたいなと思ったんで、テレビをやってたのは大阪と名古屋と東京しかなかった、はい、当時はそうですね。で大阪行くと、うん、飛鳥もともかく大阪人は、うん、大阪になっちゃうと、はい、そうすると漫才だとお前、はい、ね、で名古屋はまだスタジオはないが、うん、これからそこ行けば勉強できる、で行ったら1年後に伊勢湾台風で、スタジオどころか何もな、もう放送ない、そういう時代だから、面白いっても面白いでした。伊勢湾台風、だからあの巨大台風、1959年、はい、そうでしたね、すごい巨大台風で、はいはい、3000人亡くなったんでした。そうです ね, ね、ね、それでその時はラジオもやって、はい、うん、すぐには情報入ってこなくてね、屋根の上でみんなおにぎり食べたり、あるいは船で行き来したり、で僕らが現場の今長良川崎があるところなんですが、木曽崎岬っていう時に初めて中継車っていうのを持って、はい、入れない、下が濡れてるからね、中継車と大きな、そしてちょうど来たらね、そのあるお父さんと娘がね、ちゃんちゃん、はい、お母さんの遺体をね、焼いてんですよ、うん、その打ち上がったそこでね、松の木で、ちょうど煙がこう出てって、でそれを映すとですね、今はもうやりますが、例の福島なんかで遺体がたーっと流れたりするのちょっと出しますね、はい、でもやっぱり遺体は遠慮するんですよ、情報的に、うん、でアメリカっていうか海外はそれ全部出したから、はい、日本中がもう死体が埋まってると思っても大変だったんですが、日本のテレビは遺体は
まあ、一応その死者への尊敬もあるけど、御巣鷹山でも出してない、うん、それでその伊勢、木曽崎岬っていうんですが、そこでその松の木のねこう下に置いてあるけど、その煙を移すとご遺体も一緒に移るんですよ。で私は非常にすばしこいですからね、任せてくださいって言って、中継車にこう発煙筒って入ってるんです、はい、でそれに火つけてね違う松の木で後ろに置いとけば同じ煙だな、はい、それをまた能屋よか見てね、今日も悲しいダビの煙が伊勢湾の上にたなびいておりますって言ったけど、伊勢はそれは発煙筒なんだ、これをやらせてみるかどう思いますか。そういうことですね。どう思いますか。そこに煙がある、火のないところに煙は立たないんだ、だけど遺体はない、こういうものがやらせであるかどうか。結局その遺体を移さないっていうその理由なんですよね、問題は。まあ、あの一つには、うん、あのご遺体に対する、まあ、尊敬ですね、はい、からもう一つには、あ、なんて言うんでしょうかね、日本の独特のモラル、うん、まあ、同じことでしょうけど ね、はい、で移さないでしたね。決してなんかそういう、うん、あの遺体をなんか、うん、隠蔽してなんとかっていうんじゃなくて、それはもうその亡くなった方への配慮としてカメラを直接向けるのを避けたということなんですね、実際は。実際はね。ただそうするとテレビっていうのは何も語れなくなっちゃうわけで、対象を映さなければ映せないから、代わりに煙を立てて、まあ、それをまあ言ってみればその焼いてる煙に見立てた、文化的に見立てたっていう。NHK クビになっちゃったんじゃないかな、あのヒマラヤで、はい、ヒマラヤでこうなんか爆みたいなのがバーッとこう、はい、あの通ったのをね、はい、そのずっと待ってたんだけど、その日には来なかったで翌日の撮って出したんですよ、はい、でこれもね、これもやらせだって言ってそこ行ってた人が告発して、うん、でプロデューサークビになったかどうかですけど、だけどそこにはね、全然僕みたいに来ないところに走らせて、亀見つかったご自慢なんて、あれは別にやらせじゃないですよ、ね、だけどそこはヒマラヤは昨日来たって今日来たってさ、それは同じだと僕は思うんだけどね、そうじゃなかったらディズニーの映画なんかは成立しないってなるの、ね、そうですね、ディズニーもいろいろドキュメンタリーなんか撮ってますけどもね、うんうん、でもまあ、そういうね人間学もキリがないんですが、はい、なんでそのバカなところに、このか陽太郎が行ったかっていうとね、その一言で言うと映画の没落、新聞の屈服って、まあ、標語にして言えばなんです。映画の没落っていうのは非常に単純で、はい、映画っていうのは、まあ、黒沢、その大監督がたくさんいました、はい、小津安ね。そして、ところが昭和33年、私が受ける前のと、その年からね、不況の兆しで監督ってものを採用しなくなっちゃった。映画監督ってどうしてなるかっていうのは、フランスなんかはこうトルフォーとか、あの映画雑誌から来るし、はい、ハリウッドはどうして来るんだか知らないけど、やっぱりこう助監制度じゃないんですよね、いきなりなる。それで日本の場合は助監制度なんですが、それで最後に撮ったのが大島と、うん、篠、まああれで松竹で言えば篠山、はい、あ 篠田聖子、なんです、はい、であとは吉田喜寿かな、監督っていうところに行けなくなっちゃった、うん、で僕はそのテレビ全般っていうよりも映画っていうものに多くの人はなりたかった、はい、でそれで行けなくなっちゃったのが、例えば、そのシナリオライターになった石堂とかね、それから今売れてるあいつなんだっけ、倉本壮、はい、ね、あそこら辺はみんな本当は映画監督になりたかったんだけど、うん、シナリオライターになっていく。で僕の方も映画がなくなっちゃったわけね、そしたらあとは新聞だったんだけど、その後60年安保で屈服するんだけど、新聞がそろそろ政治に影響を受けているように見えた。だからテレビはその芸能の代わりとしてね、
たくさんの人間が入りました、僕の友人で。あなたは大阪、テレビ大阪だから言うと、このじゃないや、ABC の有名なディレクターで、馬場君っていうのも同期ですけど、彼は新聞研究所で朝日新聞に入りたかった。みんなそのね、テレビに行った人はその記者志望か映画志望だった。だけどなかなか新聞記者も難しくって、で彼はABC の放送局に入って、で最初にやったのをその後ずっと40年やってたけど、新婚さんいらっしゃい、はい、で彼はそういう一生懸命、世界の新聞紙を研究してたんだけど、人間ってのは割合単純なもんで新婚さんいらっしゃいって言ったら、それの大プロデューサーになって40年、ね、今でも続いてますもんね。そうですね。ですから人間って可塑性プラスチックでそういうふうにも変われるけど、どっちかっていうと新聞希望と映画希望だった。もう当時のメディアの人気の順番ですね、それはね。そうですね、それはみんながそうなれるわけじゃないんですけども、そして見たら新聞記者だったら、まあそれは新聞記者っていろんな職種はあるけど、大体まあ新聞記者になります、はい、そしてところが映画だったらまあシナリオに行ったりはするけども、まあ、大体監督か助手だけど、テレビって何でもあるわけですよ、ね、でアナウンサーだけはちょっとちゃんと訛りがなくて声が良くなきゃいけないっていうんで、その頃はあんまり綺麗なっていうんで撮らなかったと思う。むしろ東京江戸の、江戸もそれこそ錦糸町とか亀有とか、そこら辺の江戸弁じゃないと撮らない。そうなんですか、うん、山手の方の言葉とかじゃなくて、うん、その割と下町に近いところの、そう、小川博は金町かな。そうですね、あの方、それから木島はもうあっちの方ですね、はい、で、だいたいそういうその高橋敬三も、うん、少しなまってなる、キレがいいんですよね、東寄りの、そのなんていうか、その下町の方の方の喋り方って。そうだね、はい、うん、語尾もあんまりこう飲まないし。そうですね、だから今はもうそういうことなくなっちゃった、それで僕は何の話だっけ、あ、そうだそうだ、その NHK 入局したのは、はい、そういうことで試験受けたら、まあちょうど入って、そして行ったら伊勢湾台風っていう大きな試練の中で、やがてテレビドラマを作りたい、映画だからね、そうですね。ところがスタジオってもないわけですよ、このぐらい、まあこのぐらいって言っても見てる方はお分かりになるか、だからドラマできない、はい、それで考えてそのドキュメントをドラマにしようと。でドキュメントでいい作家がいないかと思ったら、ちょうど何でも見てやろうって書いた、はい、でよく読んだことなかったけど、何でも見てやろうって、だからドキュメントに向いてると思って読んできて、四日市でドキュメントドラマを作ったのね、でそれをその和田面さんが、ちょうどその頃東京へ戻って、はい、大阪から、うん、それをそのキネコっていうものに撮ってくれたの、はい、キネコっていうのは単純に言うと生で放送しているものをフィルム で、はい、でただ映像のそのコマが違うっていうだけでね、うん、そして、それを僕に送ってくれて、名古屋の僕に、でそれを僕は返す、本当は返す、放送局に返すんだけど、そのままずっと持ってるうちにクビになっちゃったから、もういいやと思ってこんなの言うと返せって言われるけど、今でも持ってるんです僕は。貴重ですよそれは。そしてね、それは僕が貴重なんではなくて、当時の若い季節、あと覚えてるかな、それから僕がやった後やった夢で会いましょう、はい、全部をね NHK どうしたと思う、倉庫がないっていう理由で捨てたの全部。言論弾圧も減ったくれもないんだよ、倉庫はないっていうだけなの、はあ、それが後売れるとか、貴重な倉庫になる、証拠になるっていうね、のはない。じゃあつまりキネコで撮ってあったやつも場所がないって言うんですよね。もう全部捨てちゃったの。ほらビデオが上書きされるって話はよく聞いてましたけど、もちろん上書きしちゃったですよね、うん、でもキネコはそうやって捨てられたんですね。キネコは撮ってあったんだから、ね、俺こんなあったんだから、それみんな捨てちゃって申しちゃったんだよ。ナチスじゃない以上だろひどいだろ映画会社だったらこれは大事なって撮ってあるんだよ、はい、何にもないんだよ。でそういうとみんなは
驚くでしょうけど、例えばね、美智子さんのご結婚式が僕の翌年です。はい、でそれはですねフィルムで撮ったわけ、はい、フィルムで、はい、でだからテレビで撮ったんじゃないんだ、あれフィルムで撮ってたの。それからオリンピックも酒井君がこうやって持ってったりするのはフィルムに撮ったのがちょっとあるけど、あとは市川崑が撮ったもんですよ。で市川崑が気取ってさ、アップばっかりだからなんだか分かんないって、そう記録にならないんだあれはね。だから何にもない、恐ろしいでしょ。でもそのドキュメンタリードラマなんですけど、ドキュメンタリードラマということはもうオールロケで、つまりスタジオが使えないからオールロケで、そうです。でただねこういうふうにして撮った、はい、あの VTR っていうのは名古屋っていうところはなかった。あそうですか、ね、で東京に、2台あった、はい、それで電電交差でこう送るわけよ、その VTR の、はい、部分を、ええ、そのドキュメント、ええ、でちょっと中でスタジオ部分もちょっと作って、でそれはその送って、はい、でそのスタジオ部分もまた少し経って翌日ぐらいに作って送ってでそれをあの編集、はい、編集して一本にする。ややこしい作り、ややこしいどころかね。でテープの編集っていうのはこのぐらいの 1インチかな、当時2インチですね、2インチですね、はい、でそれをねそのこっちから送ってこっちで少しずつずらしていけばできるけど、はい、そうすると2台かかるから、そのテープをこう切ってね、うん、切ってそうつなぐんですよ、はい、でまあ、それもなかなか許可がいるんだけど、うん、でこうテープにこう長いのをこう回転軸が斜めにこう回っていくから、はい、よく透かしてみるとこう斜めに筋がついてるその斜めをジレットの刃でサッと切るわけ、あのカミソリ用の刃ですね。 ね、そしてそれをこの鉄粉にあの除光液入れて、はい、こう筋を見てでそれをこうつって上から貼っていくわけ、セロテープで貼っていくの。でそれはねそのベテランのオペレーター、うん、若い子がいるので、そいつにコーヒーを飲ませてさ、引っ張ってくるっていうのがプロデューサーの第一の役目なの。名人を抑えるわけですね。そう、それでねそれをねこう粉をねこう毛みたいな耳かきの後ろに梵天ってついてるでしょ。であれ中国製じゃないとダメなの、それが日本は剥がれちゃう、ね、でそ中国製だけどさすがにさそっちの毛は切ってあるわけ、はい、そっちは、はい、それでこういっぱい入ってあるから俺退屈だからさ、それでこうやって耳を耳やってたらさもうこんな腫れ上がっちゃってさ除光液で、あ除光液使うから、そうそうそう、だからもうビデオって大変だったんだよ、うん、それでそれを作って、はい、それで一本になっていよいよ放送するぞって、で放送する時にフィルムに撮って、はい、で放送し終わったらもうそれでまたその貴重な、うん、VTR はまた別な人が、うん、僕の次の人が VTR です。でもそれはフィルムにしないんだからもう終わり、はい、で和田弁さんが僕に名古屋にいるから見せてやろうと思って撮って送ってくれたんだ。ダジャレばっかりやってた前身、昔からその頃ダジャレ言ってなかったけどねあれなんで変わったんだ、なんであのダジャレ言うようになっちゃったんでしょうね。ダジャレが受けたんだろうね、すごい怖いね。それでそれをじーっと持ってたんですよ、うん、それで僕はそのドラマで東京に戻ってきてミュージカルだから夢で会いましょうって言ってる間も、はい、そのフィルムは僕のそのバッグに入ってた、あだけど返すのを忘れて、で NHK も管理の厳しい NHK も名古屋のことだから忘れた、うん、でそのうちクビになっちゃったからそのまままだじーっと今度出そうかこの放送ね、ぜひ見たいです、ね、返せって言ってきたらお前お金払う貯金して、うん、でその今クビになってっておっしゃいましたけど、退職されたんですか、それとも何か意見が合わなくてクビになったんですか。これは大変難しいところでしてね、はい、いろんな言い方で私自身が、はい、弁護的に言うのと向こう側が言うのとでは全然違いますが、うん、非常に単純に言うとそういうふうにそのオリンピックも見た、小田さんともドラマ作った、はい、でこれはやっぱり海外に行きたい、
でそしたらそう思い出した、海外ドラマっていうのを作ったね、ちゃんと作って、でそれの編集を向こうでするから、その間の5月の夏休みで行ってきたい、で行ってらっしゃい、それで帰ってくるのがその連休をどう数えるかによって、3日ぐらい遅れたわけだ。でそれは全然本当はずっとそのままでいたんだけど、その話をその中央航路に書いたわけ、はい、でその中央航路に書いた中にもっとディレクターって書いてあった。でこれをどうしても出したいんであるならば、そのディレクターを消せっつったわけ、ね、そういうところ消しとけばよかったんだけどさ、なんだか腹立ってさ、俺はディレクターだっつってそのまま出したらそれは困ると。それディレクターという権限で書いたものにされるとまずいということですか。そうでしょうね、だから磯村だってさ、ちょっと失礼とか書いてたじゃん、ね、どこが違うんだっつったんだけどね、それで、じゃあやめちゃおうっつってやめちゃったの、やめちゃった。じゃあもう自分でもっと自由にあの筆とは思ってたけどね、思ってた。だけどまあ女房はあた、まあ、ちょうどその頃結婚して、何をあんなに威勢よくやめといて、テレビって言うとすぐ出てくじゃないの、じゃあやめなきゃよかったじゃないのって言われると、それはでもあの作る側とあの呼ばれて出る側とでは随分違いますでしょ、立場とか。テレビっていうのはね、はい、あんまりね、作る側と出る側とね、差のない、メディアだと思わない？普通の人がちょっと出てきて喋るじゃない、ね、映画なんかでやっぱりドラマやろうと思って、うん、そのやっぱり監督がドラマやったりしないよ。だから作る側とその喋る側が割合こう非常に密着してる、うん、メディアじゃない。だから読者参加ってのは最初からあったよね、はいはい、テレビの最初は力道山とか、それからまあプロレスなんかよく見た、それからだんだんと その視聴者参加は、NHK で言えばあの夢、のど自慢だったし、はい、ずっとその新婚さん秘密とかね、あれとか、うん、いわゆる公開放送、ね、だからそういうメディアかもしれないね。あの出てくる、ね、一般の人の面白さ、うん、で向こうのものも全部そうでしたよ、はい、いろんな人を笑って、はい、それからまああとペリーコムとか、それからもう一つは映画の「あの名犬ラッシー」とか、はい、「ローハイド」とかね、うん、そういう、テレビ映画が日本の民放支えたんじゃないかね、はい、今その話で私思い出したのが、うん、あの森重久弥さんが、うん、あの大阪に最初の民放テレビができた時、大阪テレビ放送というのができ、うん、できる前、はい、私の本にまとめたんですが、はいはい、その、開局する前に、社長役員集めた席に森重さんが北浜の料亭に呼ばれて、うん、でこれから大阪にテレビを作るんだけども、うん、何かご助言をって言った時に、もう中途半端なスタジオを作ろうとか、うん、大きなスタジオを作ろうというんだったらそんなことはやめて、うん、その金で中継、優れた中継者を5台10台揃えなさいと、うん、で大阪を見てみろと、うん、もうあちこちでいつでも祭りはやってる、スポーツはやってる、うん、お芝居はやってる、うん、で残り5台は警察、各警察に1台ずつ近いところに置いておいて、何かあったらすぐ飛んでいけるようにして、うん、でその間スポーツ中継とか催し事なんかで埋めていけば、それだけで大阪という街は面白いじゃないかっていう大胆な提案されまして、あのね、あなたは大阪で勉強したからご存知ですけど、はい、森重さんっていうのは万栄っていうか、満州電電、電電の、はい、アナウンサーだったんですよね。新京放送局 の、 あの向こうの、ね、部長されてた。だからそれは当然、日本で向こうへ開拓で行ったりした人たちのためで、うん、満州語ではやってないの、いや満州語の放送もあったそうで、満州語っていうか中国語、ね、はい中国語、うん、で、あの新京放送局、なんでその森重さんが呼ばれたかというのが、うん、もう一つ理由があって、うん、戦前
その満州新京放送局だけはコマーシャルをやってたって言うんですよ、ラジオで。ああそう。あの、まあ、地元のおでん屋さんとかちょっとした食堂とかの、広告原稿を取ってアナウンサーを読むというのを、台北放送、台北放送局と新京放送局ではやってたという記録があって、で広告のやり方について、ご教示願いたいと言って、あの毎日放送、新日本放送を作った高橋晋三さんが、あの呼んで、あの話を聞いたというふうなことがあって、それがまあきっかけだったらしいです。だからそこのところは、あの僕は初めて森重っていう人が東京に来て、ラジオのアナウンサーになったっていうのは陽気な喫茶店か、はい、そういうんで聞いた覚えあります。毎日聞いてたからね。ディスクジョッキーの元祖って言われてますね。そうですね。それで、もうすでにその時から ああいう才能があったんだと思うんだけど、もともとはだから満州が、日本の開拓で行ったりした人たちへの情報と、それからやっぱり向こうの、その植民地政策じゃないの、ね、だから満英っていう有名な天笠隊でやった満英なんかと、はい、兄弟会社ですね、うん、あのですから満英、満鉄、満電、この3つがとにかく主軸 で、うん、でその下に満州国があったようなもんだっていう言い方で、本当はだから満州国とこの3つの会社は同等の権限みたいなことになっていて、だからその頃ちょうどラジオっていうものが大きな力を持ち出して、はい、さあ、あのいろんな愛国行進曲とかそういう音楽も流すでしょうし、ラジオですよ、ですから日本国内の目がちょっと、うん、なんていうのか、ちょっと離れてるんで大胆な実験ができるっていうことで、うん、満州ではその、まあ、映画もそうですけど、うん、放送でもかなりいろんな実験的なことをやったらしいと、うん、でやっぱりそこで先端的な放送を経験した人たちが、まあ、敗戦して日本に戻ってきて、うん、日本でもう一回その満州の夢をって思った人が随分多かったという話を聞いてるんですね、うん、そうかもしれない、はい、だからやっぱりその軍国主義とね、はい、その対外宣伝、うん、プロパガンダ、はいっていうのがラジオが一番強いですよね、それでに日本だと僕も書いたことあるけども、あの丸山正夫っていう有名な哲学、はい、あの政治学者のお兄さんの丸山哲夫とか、うん、後共産党系の日本電波ニュースになっていく柳沢さんとか、はい、そういうその、うん、宣伝のプロね、はい、その頃は宣伝とは言わないで、うん、なんて言ったんでしょうかね、それでそれがもう後藤新平が作ったラジオを、はい、後藤新平満鉄の初代総裁ですね、ですからそれとこうくっつきながら、うん、でまあその流行家庄司太郎とか、はい、古賀とかができてくるうちに太平洋戦争になって、はい、もう軍国一色になっていくっていうんじゃないだろうか。だからその辺の人たちがいわゆる宣伝技術をどんどん発達させていって、うん、それが戦後花開いて、うん、で特にほらもう満州というのは宣伝と情報操作で伸びてきたようなところもあると、うん、つまりもう言ってみれば無理やり作った国を守るためにはもう情報で固めなきゃいけない、うん、そこで満州のその放送局も宣伝というのが、まあ、国家宣伝ですよね、うん、それが中心になったと、うん、でその手法が日本に入ってきて、うん、で日本では戦争でもう真っ平らになっちゃった、焼け跡だらけになっちゃった、うん、ここから復興だっていう時に、うん、これが善意か悪意かというのはさておき、その満州で身につけたその宣伝技術とか、うん、そういうものを駆使して、うん、もう一回国力を高めようというふうに思った人も多かったんです。そうでしょうね。だから山口よし子とか李香蘭とかは、はい、もう向こうの戦部旅行でずっと宣伝戦をやってきて、はい、まあ、彼女なんかそれに反抗していって、後の戦後を作っていくんだと思うけど、はい、でもあの方3時のあなたの司会を長いことやってらっしゃったんですよね。やったことありますよ、うん、一緒に行ってね、うん、そう、やっぱりそういう屈辱みたいのを持ってたんでしょうね、うん。で、あと満州のつながりでいくとやっぱり電通の吉田秀夫さん、うん、とかがやっぱりそこにつながっていて、うん、その満州電電とかの
ノウハウをとか、うん、そこを離れた人たちの人脈を引き受けて、うん、いろいろ事業に活用していったというような話だった、うん、そうですね。だから山口よし子さんが3時に3時のあなたで、はい、僕はその時旅行してたんだけど、明日ベトナムから帰ってきた、ベトナム放送やりたいと、うん、はい、でそれのキャスターゲストにはコナカを呼べって言って、ええ、僕はもう取材にどっか愛知県にいたから、はい、もう明日帰るの嫌だったらそんなこと言わないで帰ってよって言うからまあ電車で帰ってきたことを覚えてますけどね、うん、はい、それで山川って言わなかったかな、中台の中台の嫁さん友恵って言うんだよ、はい、中台智恵じゃない、なんとか有名なシナリオライター、はい、中台で、それの妹も TBS のアナウンサーだった、うん、あ、それで彼女も富士の司会かなんかやってて、うん、それでその亭主の山川が、はい、あ、テレビでベトナムなんかやったって真相わかるはずないとかなんとか言って、クビになってた。山川スクエって俺なんかやったことあるけど、どうしたかな、うん、面白い。だからその戦争、結局その放送の戦後の放送の歴史ってのはもう戦争とものすごくつながった状態からスタートしてて、で特に民放を最初企画した人たちはNHK が戦前その戦争遂行に向かって協力したこれに対するその反発で、民間放送でその平和のための放送、民間の資本によって中央集権でない放送を作ろうというふうなことで、始めたというのがあったわけですよね。まあ、民放はどうやって、できたかっていうのを僕も書いて忘れちゃったけども、はい、まあ、正力さんが最初にその力を認めてね、はい、で、まあ、彼は民放と原発と2つを導入して、はい、で彼自身は戦争時の特攻課長ですから、非常にそういうことの情報宣伝には力があったんでしょうね、はい、それでそこへそのアギー大輔さんとか、うん、戦前苦労した左翼ので、やっぱりそのこの前も産経の人に言ったんだけど、そういうその特攻とか右側の人は左翼を使うのうまいんだよね、うん、はい、やっぱ恩に着るからね、左翼の方も別にその屈服したとかそういうことじゃなくてね、その才能を使うっていう力はね、はい、民放にも認めなきゃいけない、うん、だからそれがその日テレと NHK というほとんど同時にスタートする。でそれに対して、まあ、大阪の方はあなた詳しいけど、東京で言えばね、はい、TBS は TBK 東京放送ラジオ東京でした ね、 最初でそれはラジオだからね、はい、で非常にラジオの力があって、はい、でそれは新聞だよね、どっちかっていうと、はい、まあ、毎日新聞、はい、もともとラジオ東京は免許出た時には朝日と毎日と読売とこの3社がバラバラに自分のところの自前の放送局を申請して、それにあと電通がやっぱり申請して、でこの4つの免許を1つに束ねてラジオ東京というのを作ったんで、この五越同州の状態で開局したのがその KRT だったという話で、ただその後新聞とテレビネットワークを1対1で結ばせるために朝日と読売の株をラジオ東京 TBS から抜いて毎日の系列というふうなことにしたんですが、その割には TBS の中ではその毎日新聞はあんまり力持ってないみたいな、ね、そうだね、うんうん、だからTBS がどんどん伸びてくるのはその日テレの持ってた政治的な力に対してね、はい、むしろそのラジオの持ってた新聞的な力が、強かったんで、読売の勝利の場合はね、うん、それは読売っていうバックがあるけども、はい、当時のその読売新聞はそのまだなんとか巨人軍で追いつけ追い越せって時代ですから、はい、その読売の持っている新聞力、情報力はやっぱり朝日毎日の方が強かったんじゃない？でなおかつTBS の場合には
あのラジオの時のにできたネットワークが、うん、例えば HBC が北海道新聞があって、ね、で東北放送が、あれですね、あの河北があって、河北、うん、があって、ね、はい、河北新報がある、うん、で名古屋は中日新聞がある、で福岡に西日本新聞がある、うん、それぞれこの強い新聞がついてて、ね、なおかつそれ以外の局も全部それぞれの県の新聞とくっついてる、だから本当に新聞屋さんの集まりでできてるという、だからまあ五社連合っていう有名な新聞の、はい、まあ、ブロック紙ですね、それの力を持ってたから、TBS の、ラジオの力、はい、そしてそれに対してこの正力さんの方は、何だっけ、あのもう一人の副社長になってた、はい、あの武体さん、あ、それからその下の、その下の、またそれうち思い出すから、あの考えて、でそういうのに対して、ラジオ的なんだけど、でそれをね、ちょうど僕が NHK に入った年ですが、実相寺とか、それから今やってる鴨下君とか、はい、そういうその突如として僕は彼らと東大の演劇部で一緒でしたけども、うん、どっかで勉強してたのか、突然ドラマの花開いた、はい、マンモスタワー白坂芳雄とか、鴨下の作ったり、それから一番出てきたのは岡本ラブさん、岡本義彦、和田弁の先輩だったかな、大阪の岡本義彦の私は貝になりたい、はい、というラジオテレビがこの一世を風靡して、はい、でそれは映画のパロディじゃなくて、うん、新しいテレビドラマだったの、はい、でそれはすごい、我々に新鮮な、でその 僕の1年ぐらいした後になってくると、例えば村木義彦、はい、テレビはただの現代に、うん、現在に過ぎない、うん、でそこら辺がちょうどその成田闘争と絡んで、うん、彼らは成田闘争で全部なんか出刃棒を持った農夫を乗せた乗せないで、政府の干渉を受けて、で彼らがテレビマンユニオンを作ってるでしょ、うん、はい、だからその TBS の持ってるそういう反権力とかラジオの力っていうのはすごくあった、うん、で一方その頃同じようにいたのが倉本壮なんだ、はい、で倉本壮はどうしてたか知らないけど日本放送、日本放送ですね、だ別にあれ右翼でも左翼でもないんだけど、はい、熱心な医者とかクリスチャンの一家でね、はい、今でも片鱗があるけど、でそれが長い間東大のやつめとかなんとか、自分も東大なんだけどさそして北海道に入ってあんな化けちゃうわけだ、北の国からね、でそれと富士がついてた、これ時は富士の持っている産経とか、はい、そういうその、経団連放送局だけでは何伸びないんだよ、やっぱりそれは倉本とか、はい、それから横沢さんね、あの時にそのフジテレビ最初に水野茂雄さんが社長について、その後、鹿内さん、信孝さんが継いで、そうですね、はい、でその後当時40歳の春夫さんに譲った時に、春夫さんに譲った時にまずは経営を立て直さなきゃいけないって言って、もう思いっきり娯楽路線の方にドーンと向けて、あれで大成功するわけですが、だからやっぱりテレビってのは一番目に見られなきゃいけないっていうのをあそこでフジテレビ一回体験したわけですね。だからそれ以前のフジテレビは非常に硬い番組が多い、母と子のフジテレビっていうキャッチフレーズだった時には本当に政治番組とドキュメンタリーと教育番組が多いテレビ局だったのを、経営を立て直すために制作の人間にもっと自由にやらせなきゃいけない。そうですね、でもね、日枝九ちゃんっていう九一さんとか、はい、がまあしかない春夫さんの方と一緒になって、はい、で一旦亡くなったりして、だけどそのフジテレビはそういう産経新聞のようなね、イデオロギーを持った放送はしなかったの、そしてその今おっしゃった母と子の娯楽路線で伸びてきた、はいね、だからテレビっていうのはやっぱり新聞よりは、うん、イデオロギーには、はい、馴染まない民放でも、だから民放がいてものすごくね、右傾化した放送したということはないんじゃないかな、うん、実はその
SNS が流行って、 Facebook とか Twitter とか流行って、でどのテレビ局がどういう思想でどういうふうに国民をあのこうね心理を操作しようとしてるみたいな話が、もういわゆる右と言われる人からも左と言われる人からもこう言われて、本当にそうなのかなっていうのを今ちょっとあれしてるんですけども、ただその今まあフジテレビについて言えば、報道番組と娯楽番組で全く違う姿勢を取ってたりして、これ TBS でもそうです。あの、娯楽番組と報道番組で全然違う姿勢を取っていたりして、この多様性というのがもともとテレビ局の、特に日本のテレビ局の場合にはもう規模がどこもでかいですから。だから一番政府に密着してたのは NHK ですよ。僕はそのよく覚えてるけどね、はい、その3月頃にベア闘争をやるんです、はい、NHK といえども組合がね、はい、そしてこれからその要求を出すってその組合の人が言ったわけ、ええ、そして移動って言ったら、そしたら政治部っていうのが来て、記者がね、今はその時ではないと、ああ、明日ねその NHK の予算が、国会にかかる、その前にストライキなんかやったらあの予算は通らないって言ったの、それだから今は沈黙せよっていうか、みんな黙ってたの、そしてそれは通ったの。ええ、でさあストライキやろうって、またそいつが来てさ、ええ、決まったものは仕方がないって言ったの、だからモミーはそれを真似しただけなんです。あ、そういうことなんですか。そうですよ、だからその政府べったりは NHK だ、うん、でもあれですね、ラジオは、その ラジオだ、あ、ラジオっていうか報道は、報道だけど NHK だってその熾烈な争いなんだよ、その報道のストレートニュース対、ええ、はい、対その今で言えばNHKスペシャル、すごい番組あるでしょ。もうこの8月はすごいことになってますね。そうそうそう、この間もインパール作戦、ね、731やって、うん、でその間に今度は原発のこともやってで、なおかつ広島長崎の原爆のことをやって、で E テレ、教育テレビの方でもいるって、これだけ集中して大量に打つのって珍しい。特にそのもう全てが燃えてるから、はい、当時 その絵を集めたね、うん、はい、描いたすぐ後でもいい、それから今覚えてる人の絵も集めた、うん、もう一つはビッグデータって言って、はい、そのどこで何百人何千人死んでるっていうのは事実だからね、はい、それをその新しい手法でグラフ化してって作っていくとかね、それはすごいんだけど、それは一方では政治、うん、もう口は出せないからだけど、それはちょっと油断したらすぐ戻るよ。 NHK は政府一体なんだから、うん、一体の方がいいと思ってるやつが指導者にいるんだから、うん、だからこれ局内のそのいわゆる縦割りの派閥、これもすごく影響してるみたいですね、うん、例えばその記者とディレクターが横の意見のすり合わせをしないみたいな話はもうよく聞きますし、だからその民放のテレビだってそれは資本だとかスポンサー優位だと思うよ、はい、スポンサーの、はい、違うことはなかなかやりにくいとは思うけども、でもテレビっていうのはその雑多だからね、うん、お粥みたいなもんだから、はい、そんなにからは報道とか分けられないんだよ。だけど NHK だけはさ、もうそこ分けてさ、こっちは報道だって、こっちは政治だってまだやってるから、NHK は一番危ないよ。だから NHK 見るときは見方を気をつけなきゃいけないんですね。そうです。で一番ね、政治が変わったらね、はい、変わるよ。だから NHK は今危機だよ、うん、だからアメリカなんかすごいよね、うん、もう自分で放送局作っちゃってさ、なんだっけ、トランプなんての、はい、フォックステレビと、そういう時代がでも本当に日本もまあ来るんだろうと思うんですが、うん、でもあれですよ、この8月にやってるそのいろんなドキュメンタリーのものすごい、これ制作期間を考えるとモミー時代にずっと作ってるわけですよ。だからずっと上の方に見られないように水面下で現場がこうやってたっていうのはすごいなっていう思う。だから NHK の番組で思うのが、渦中の栗は拾わない代わりに、国脈ついたものについてはビシッとこうやるみたいな、そういう性格だけど、その民放でも本当に頑張ったのはやっぱりローカル、はい、今度次の、うん、どっかでやれたんだ、ローカル局の人たちですよ、はいね、そしてそれはその新聞とも強い五社連合の新聞は、うん、社説でもずっと反安倍ですよ、はい、でその中でやっぱりスポンサーなんかないみたいな中で、いいドキュメントを作ってきてるんですって、ね、NHK だってそういうのは地方で作ってる、はい、だからね、地方を見なきゃね、うん、日本は分からない、うん、さて、
まあ、今日はこういう感じで、小中さんに今までのことを大枠で割と語っていただいたんですが、ちょっとここでこの番組、まあ、今回第1回ですんでね、はい、これからどういう感じで進んでいくかというのをちょっとここで一旦ご覧いただきたいと思います。この後テレビの右左というのをですね、第2回やってみたいなと思っております。これもまだ実際に撮ってみないと分かりません。それから反戦と満州国ですとか、これは面白いテーマだね。でも私たちがやるんですよ大変ですよ。誰か呼んでこよう。はい、そうですね、またこれご覧の方でこういう情報があるというのをお持ちの方はですね、ぜひメールでお知らせいただきたいと思いますが、この第6回の圧力アラカルトなんて私が見たいぐらいですが、この辺もどういう圧力、どういうふうな、事件があったというドキュメンタリーの本とか、なんかもありますんで、そういうものを見ながら、最終的にニュースっていうのはどうやって作られるんだっていうのを知っておけば、どんなニュースを見てもこれ池上だな。うん、読みたいですね前のあいつな、うん、前ですねそうですから次回はそのテレビの右左、これは難しいね。これ難しい。いや、ただね、タワラだでもね、これむしろですね、今で言えばそのよく世間で言われる、日テレと富士が保守系で、TBS と、テレ朝が、リベラル系という言い方をしてますけども、なんでこういうふうな分け方が、できたのか、誰がそういうふうなことをきっかけを作ったのかっていう、その辺のことを、発端にして実際に歴史の中でどうなってきたか。今はその右左っていうことは論断でもよく分かんない。分かんない。そうですね、岩波読んでも。そういう時代にテレビに右左があったのかと。それはね、そういう評論家が見てるから、あら右だとかさ、そんなにね、テレビって右や左にできないよそうなんですよだって右や左の旦那様にさ、旦那さんに売って食ってんだからさいや、よくほらテレビが社会を情報操作するって言いますけど、そんなことできるような強いメディアだと思いますかできないいや、ただね、これご覧になってる方で、テレビはこういうふうにやっぱり社会を操作してるんだっていうふうに思う方がいらっしゃったら、ぜひこの番組宛てに意見をいただければ、それをもとに我々もまた考えを広げていきたいと思ってますからね。わかりました。はい、わかりましたって、はい、まあでもね、本当にテレビの正体ってのは今日の、はい、僕のないタイトルでつけた割にそこまで答えはね、答え、はい、幽霊の正体見たり枯れ尾花っていう、幽霊の正体見たり枯れ尾花はい、やっぱり光と影の世界ですからね、驚いちゃいけない、驚いちゃいけない、はい、テレビごときに驚くな。だけどあれですよ、本当にやっぱり一家に一台、いますからね、もうペットみたいなもんで、これもやっぱりしつけないとね、でも一家が全員が右になったり全員左になったり一家ってないよないそれもテレビも一緒やという、はい、ことですね、はい、さあ、そういうわけでございまして、テレビの時間、第1回、こういう砲弾形式で、今日はお送りしましたが、当初はね、私がレクチャーをして、それにこう小中さんにレクチャーをつけていただくというようなことを考えたんですが、あまりがっちりやると放送大学みたいになるから、もうちょっと楽しくしてくれるっていうふうな声なんかもありまして、はい、まあ今日こういうふうに進めました。もっとデータを入れてね。そうですね、うん、はい、で小中さんにも貴重な昔のデータをお借りしたりとか、貸してあげる、お借りします、ね、これちょっと見たい、これご覧になりますかうん、ね、この放送できないテレビの内幕、これ小中さんが68年、うん、だから NHK お辞めになった後に、うん、ついこの間まで NHK にいた人が放送できないテレビの内幕なんて本を書いたというのは、これ相当に反響大きかったんじゃないですか。そうですけど、やっぱうさんくさいと思われたんじゃないのこれ次回の放送まで私じっくり読ませて、売れ残りもありますからあげます貸してあげます、ありがとうございます、はい、さあそういうわけでございまして、この番組ではですね、皆様からそのご意見 ご希望、それが大事だね、そうです、うん、いただきたいと思っております。そう、はい、いっぱいもらおうって、はい、でこちら下に出ております、このメールアドレス、こちらの方にお送りいただければと
思います。まあ、なんて言ったって、やっぱり今やその SNS の方が、強いわけですよ。そうですね。でかつてはそのテレビが何かを流せばみんなこう知るという状況だったのは、今 SNS が拾ってくれないとテレビから流した情報が浸透しないという二重構造になってきちゃった。でもね、ほら、あの今あの映像を切り取って、著作権的にいけば明らかに黒なんですが、テレビ番組の一箇所を切り取ってそれをネットでこうわーっと流通させてっていうのがありますよね。でもそれ逆転にとってわざわざ15分ぐらいのところに情報を詰め込んで、これを誰かがこっそり切り取って流してくれたら番組の宣伝になるよみたいな、そういう番宣手法もやっぱり出てきてるみたいで、あ、そうだろうね。だからそれでやっぱりうまくやってるテレビ局、下手なテレビ局ってありますね。うん、あのね、もう終わったのかな。いや、まだ。あのね、僕もまあ身近に候補もいるんだけど、こうネットで特にスマホで見るとね、まあ iPad でもいいけども、そのものすごく今度のテレビドラマの、あんなとこで血流すなとか、もうまあ難癖みたいなテレビ批評ってあるよね。ある。で、まあ、それもテレビ批評なんだけど、急に変わったと思わない？それはね、なくなったよ。え？そういうのが。それはね、ちゃんとした自分の名前でね、はい、書くようになったわけ。ね？そうするとね、大和になっちゃうんだよ、どうしても。やっぱり自分が可愛いんですね。自分じゃなくて、おそらくね、はい、その、あんまりその不倫したとか、うん、そういうのばっかり出してるのは、そのどっかでノーとは言ってないだろうけど、胸焼けしたんじゃないですか。何かチェックしてるよ。だから全くの噂話でもないね。あの今の出てきてる自浄作用が働いてるということですかね、ネットの中で。そこまで良くはないんでしょうか。書く人が、はい、実名で書くようになったんじゃないかな。だからそう、実名で書いて大丈夫だっていう自信を持てる人が増えてきたということなんでしょうかね。そうですね、よく言えばね、だからそれがもうちょっと発達すると、いわゆる市民ジャーナリストが増えた状態っていうことになるんでしょうけども、だけど今までのは、その批評ってったって太ったとか痩せたとかさ、大食いだとかさ、かどうでもいいから腹立ってるだけで、あれは別に俺は、まあ、腹立てるのを除けば、無害だよそんなの。誰がそれこそ一線越えようが越えまいがどうでもいいじゃねえかこの野郎っていうのに炎上したり、はい、これ逆に一線越えたっていうとカッカするのも人生だからね。そこもどう見るかっていうぐらいになんないといけないね。だから本当に今こそそういう批評全体を批評するようなそういう立場が必要で、そうだね、まあ、だから当番組もそういう立場を、取れればなというふうに思うわけでございます。そうだね、はい、というわけで、今日は小中洋太郎さん、失礼しました、第1回反省します。何おっしゃいますよ、もう反省しなきゃいけないのは私でございますよ本当に、はい、もうこれだけでですね、話をたくさん伺えるんだったらもうちょっとなんか聞きようもあったのにと思いますが、はい、これからまた具体的にさらにいろいろお話を伺いたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。そういうわけで、皆様からのご意見をお待ちしております。テレビの時間でございました。この後もデモクラテレビ、デモクラ TV の番組でお楽しみください。川崎孝之でございました。ではごきげんよう。